はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビッシュです。今回からですね、戦国無双真田丸、こちらをプレイしていきたいと思ってます。まあ、無双シリーズの最新作ということになると思うんですが、大河ドラマでちょうど今ね、真田丸もう終盤になってますけどね、放送中ということで、まあ、タイアップになってる部分もあるんじゃないかなと思うんですが、早速じゃあ環境設定から見ていきましょう。難易度はもういきなり地獄まで選べるんですが、ちょっとアクションゲームがそんなに得意ではないというところもあり、さらに初見プレイかつ久しぶりの無双ということなので、難易度設定は、まあ、とりあえず普通で始めさせていただきます。その他の設定は、デフォルトの設定で、操作設定に関してもデフォルトの設定で進めていきましょう。で、今回はですね、ダウンロード版を購入させていただいています。なので、だいたい僕のネットワーク環境ですね、自宅の1時間ぐらいでダウンロードが完了しましたね。なので、まあもっと早い人もいれば、もっと遅い人もいるんだろうなと思いつつ、まあ、買いに行く手間が省けるっていうのはね、ダウンロード版のいいところかなと思います。で、ディスクの読み込みというか、そのデータの読み込みとかに関しては、ちょっとそのディスク版と比較のしようがないのでわからないんですけど、もしね、ディスク版持っている方いらっしゃれば、僕のこの画面動画を見ながら、早いか遅いかとかね、体感できるレベルであれば教えていただければと思います。まだあの男がいる。やっぱチャチャ様の方に目がいっちゃうな。かわいい。これは正行の方になりますね。良い月だな。協調ですね。何？まあ、ちょうど労働中になってますね。武田信玄の表面何が協調だって？雨上がりの良い月ではないか。さればこそです。雲一つない聖夜、明け方にかけ大いに冷え込みましょう。放射冷却ですね。風もない。このような時は霧が出やすくなります。雨の後であればなおさら。川中島のあたりでも数日は同様でしょう。見通しが悪くなります。この感じだと、そうなれば兵を動かすのにも支障が出るか。そのためにいらぬ犠牲も。はい、上杉との大戦、なお一層の用心が必要です。初陣を前に緊張しているかと思えば、可愛げのないですか。まったくだ。せっかく激励してやろうと思った私の心遣いが台無しだな。恐れ入ります。だが、それでこそ父上が目をかけた真田昌幸、私が友として頼みとする男だ。もったいないお言葉です。できることなら私もお前と共に初陣を迎えたかったが。いずれ然るべき戦が用意されましょう。そうだな。武運を祈るぞ正幸。父上を頼む。母、この月、まあ、実際第4次川中島の戦いでは、今日に大将さんに持っていた上杉軍を追い落とすために武田軍が別動隊を率いるんですね。申しまあ、上げ俗まに言うす。キツツキの戦法、
山本勘介が検索したキツツキの戦法で別動隊が西条さん上杉軍に向かうんですが、第一章それを見破った謙信がというところでちょっとナレーション聞きましょう。芸禄4年秋、時は戦国。信濃の地をめぐって激しく争いを繰り返す甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信は、川中島で4度目の対決を迎えようとしていた。ここに武田家臣真田昌幸は初陣を迎える。日の本一の強者真田幸村の父であり、後に徳川家康を最も恐れさせたとされる豪将も、今は一介の若武者に過ぎなかった。武田軍の戦法を見破った謙信は西条山を降りて信玄の本陣の目の前に布陣している。で、朝霧が晴れてみると信玄からすると目の前に上杉軍の大軍がね、いたっていうことで、まあ、霧のせいもあって武田軍は前半散々にやられ、後半西条山を襲おうとしていた武田の別動隊が八幡原に戻ってきてですね、攻撃が成立して、後半は武田軍が優勢に進んだということで、まあ、痛み分けみたいな形で第4次川中島の戦いは、まあ、半ば引き分け、双方が勝利を主張したと言われていますが、まあ、公平に見て引き分けだったんじゃないかなという、その第4次川中島の戦いを多分今からプレイしていくんでしょう。で、用語情報三角を押すと、情報が見れるんですね。今真田幸隆出てますね。でこの真田幸隆正幸の父親ですが、幸隆は信玄から我が目の如しとまで言われたほどの武将なんですよね。その武将からやっぱその真田の、ね、優秀な武将たちがどん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 出てくるわけですが、兵士は今一度広告上杉軍の動き出しましたということで、今度は正輝、ここは何なんでしょう。以前の無双だといきなり戦闘に入っていく感じですが、こういう掛け合い事が多少なりとも発生する感じなんですかね。まあ、これは無双好きの人からしても評価が分かれそうですよね。もうドタバタアクションをすぐ始めたいっていう人もいれば、ちょっとこういうねシミュレーションじゃないですけど、そういう話を聞きながらみたいな要素が入っている方がなんか面白いよねって思う方もいらっしゃるだろうし、ここは本当に評価が分かれそうですね。今のブーツ何話しかけてます。でさっき僕がちょっと話していた西条山の話が今出ていますね。江沢頼綱にも話を聞きましょう。今行鷹を探しているので行鷹を探しに行くんですが、オーブ正虎がいるな。これは武田の重臣ですね。四名神の一人とも言われているオーブ虎正か、虎正ですね。でここに行鷹がいますね。病気かな。親方様、これ信玄のことです。信玄様から直々に命を頂戴しています。海津城へ物資輸送するというのが命令のようですね。真田の里の北の関まで運べば海津城の方々に引き渡せようということです。ではこのお役目、武田への物資輸送を引き受けましょう。このお役目をしたりいろいろ話を聞いたりすると、真田の六文銭のゲージが溜まっていくようなんで、まあ、これはね今回のこの真田丸の重要なポイントだと思うんで、できるだけ縛られない程度にこなしていきましょう。
で、ここに高梨がいきなりいて、なんかすげえ元気がいいおっさんにしか見えないけど、物資輸送の命を受けた直ちに二段の準備に取り掛かってくれということですね。さあ、では鍛冶屋に行きましょう。さっき鍛冶屋ありましたよね。鍛冶屋に行って武器をじゃあ多分調達するんでしょう。良い武器は武器を購入、ちょうど1000円持ってるんで1000円のこの六文銭器を買いましょう。お目が高い。ご武運を。武器を入手し装備しました。ここ装備まで勝手にやってくれたんですね。戦闘で敵を倒すと武器の連動が黙り、一定以上にやるとグレードアップ。グレードは E から A まで5段階、グレードが上がると攻撃力が上昇ということですね。まあなんといっても無双はアクションで爽快にね敵を蹴散らすっていうのがアクションだと面白いところなんでね、武器のレベルもできるだけ上げていきましょう。そうすると多分無双奥義とかそういうのもねレベルが上がって迫力が増すんじゃないかなと思いますね。では早速行きましょう。出陣です。出陣するか。で、ね、あの無双で結構僕がやっちゃうのが道に迷うパターンなんですよ。リアルな生活でもそうなんですけど、実はかなりの方向音痴でして、あの無双でもねかなり道に迷って時間を無駄に過ごすことが多いんですけど、すでに勝ちは見えておる。できるだけそうならないように頑張りましょう。身支度ですが、武器はさっき装備したといって、まあ装備されてますね。で、軍馬は、なんか一頭いるな、クリマル。じゃあ、せっかくなので装備していきましょう。プレイヤー情報は正幸ですね。で、達成目標というのがあって、達成目標4つあって、4つ。達成すると5つ目の特別な目標に挑戦できる。なるほど。ってことは、まあ、できるだけ今出てる4つの目標もこなしていった方がいいんですね。俊足二打兵の撃破、神々しい種の採取。どんな種なんだろう。あと探索エリアの踏破、あとは獲得素材リストの解放、この4つか。なるほど。では早速プレイの方をしていきましょう。海津城に物資を輸送するため北の関まで2打を護衛。うん、わしもお供します。くせ者。では早速行きましょう。で、お役目を立つために段を守りながら北方にある関を目指しましょう。探索で行動できる時間にも限りがあり、時間が来ると日本地図に戻ると。なるほど。ってことはさっき言ってたような道に迷うようなことがあるとマップに戻されるってことですね。そうならないようにじゃあサクサクっと進めていければ一番いいかな。ここに転がってるのがアイテムなんだな。アイテムもじゃあできるだけ集めていった方がいいんですよね。さっきの感じだとなんか4つの中の1つに含まれてましたよね、このアイテムリストを解放するみたいな。そんな。ということなのでサクサク進めていきましょう。なんと。北の方に向かえっていうことはひたすら北に向かえばいいんだな。まずは何、盗賊古文とかいうのがいるな。で、こっちには盗賊頭。仮にも武田の軍を盗賊が襲うかね。廃山兵にもなってない段階で、ここからじゃあ実際にアクションが始まっていくというところですね。まあ、ちょっと最初なんでアクションを皆さんと一緒に見ていきましょう。後半になってくるとこのアクションがだいぶ慣れてくるところにはなるので、後半はもしかしたら、アクション部分はだいぶ一歩させていただくかもしれないんですが、まあ最初なんでね、ちょっとアクションを見ていきましょう。何かが狙われてるな。ここで無双撃を打てる。
しぶとい。この後道に迷うリスクがあるんで、雑魚敵はさっさと見せつけたいけど。そうだ、ない気が。二段の準備をしている間に先に進みましょうか。じゃあちゃった、戻りましょう。こんな感じでね、結構道に迷うんですよね。リアルの生活でももちろん迷うし、今マップ上の左の方でチカチカしてるんで、あそこに多分行けばいいんだな。お、上杉軍の兵士が見えてきた。でここでナイキが追いついてきて、いいな、正面突破で蹴散らしてやりましょうということですが、正幸はやめた方がいいよって言ってるね。ってことはこっち側から行くんじゃないってことだな。なんか場所が違うところから迂回しなきゃいけない感じなんですね。問題はその迂回がどこからできるかですね。戻るのかな。この辺りはかなり描写も綺麗ですね。さすがにピースオーダー最新作だしというところもあり、どこに行けばいいのかわからなくなってるけど、いや、やっぱり正面突破するしかないのかな。ちょっとまたさっきのところに一旦戻りましょうとかやってると時間がなくなっちゃうんですよね。ちょっと馬を呼びましょう。内側に行けるんだな。いや、行けないね。うわ、しかも見つかってるし。こっちじゃないとなると、あ、なんかある、ここだな。ここを突破していきましょう。隠された道、怪しいな。確かに怪しい。ここの道をじゃあ突破していきましょう。でここで忍者隊長なるものが出てきたんで、この忍者隊長をじゃあ撃滅していきましょう。てい、まあ戦闘だったらやっぱり馬から降りた方が効率はいいですね。町人がこんなところにいるけど、早く逃げた方がいいぞ。町人も結構滑覆のいい手か、体がでかい町人だな。なるほど、城に戻る道すがら武田の仁田が北に進んでると言いふらしてくれと。ほうほう、なんだろう、なんかこれは策なのかな。ちょっと何目的でこれを言いたいのかわからないけど、でこっちには行けないんで、これでさっきの道に戻ればいいのかな。
ちょっとじゃあまた馬を呼びましょう。素晴らしい。忍びがなぜあんなところにいたのか。さっきの場所に戻りましょう。お、ここでさっきの大盗賊が出てきたな。さっきは、単なる盗賊でしたけど、盗賊の頭だったかな？だったけど、ここに来て、大盗賊が出てきたんで、まあ、せっかくなんで大盗賊をじゃあ討伐していきましょう。敵が大量にいるとさすがに溜まりが早くていいな。何？めっちゃ食らったな。何かやばいやつがいるな、どっかに。まあ、ここは丸と、四角と三角とこう組み合わせながらアクションを組み立てていく感じですね。大盗賊を狙っていった方がいいんだろうな。お、なんかナイキがやられてる気がする。あとは結構ここで時間を使っちゃうのもまずい感じだな。ちょっと無理しない方がいいかな、本当に。大盗賊だけを狙って殴り殺しにしていきましょう。時間がなくなってきてる。この社は目的地ではないということ。あ、やっぱりだ。時間がなくなってきてるって言ってきてるな。ちょっと急いで戻りましょう。まずい。まずいぞまずいぞ。急いで戻ろう。こっちだな。お、いるいる。上杉軍の兵がいっぱいいるぞ。愚策である。さあ、じゃあこいつらを突破していきましょう。もう本当に時間がない。倒さないとダメか。無双技を発動して一気に蹴りをつける。何、本当に時間がない。まずいな。よし、北の席に向かおう。本当に時間がないぞ。なんか間に合わなそうだな。あと20秒か。よし、あそこまで。そうか、なんとか間に合ったか。危なかったな。やっぱりあそこで大盗賊を相手にしたのが、いやー、よくなかったかな。あと8秒。どうだ。あー、危なかった。物資の輸送
ご苦労だったな。本当にギリでしたね。あと8秒。心配をかけたようですまなかったな、摩擦。ここから先はよろしく頼む。任された。大丈夫だとは思うが、帰りも気をつけろよ。いや、危なかったですね。で、ホラガイを獲得したと言ってますけど、何なんだろう。なんかいいものだったらいいけど。いや、危なかったな、本当に。ちょっとその、やっぱり前半の装備がしょぼい段階で寄り道をしてると、もともとのストーリーが先に進めない可能性がありますね。これは十分に。では本場に戻りましょう。民の様子が変だな。どうやら武田の諸将がいらしているようだと。ほうほう。これはいよいよ、じゃああれだな、川中島の戦いが始まる、そんな感じですね。いかがした。やりました。まあできるだけね、武器は強いに越したことないですからね。ここからは武田の家臣の人たちと話を聞きながら、信玄が来てるんだろうな、この感じだと。承知しました。お、見事。馬場信房がいる。良きかな。で、ゆきたかがいますね、ここに。見事。お、ここで勘助が出てきましたね。山本勘助。で、高坂のところに行けって言ってましたね。高坂がどっかに、あ、ここにいるな。そうか。で、ここで啄木の戦法について、我ら武田軍は全軍を二手に分け、上杉に足をかけることとなった。西条さんの頂に布陣した上杉勢を一軍が後方から奇襲、慌てて麓に降りてきた敵をもう一つの軍で叩く。なるほど。出陣いたそう。で、うん、どっちが正行が所属する軍になるんだろう。長期合戦出撃。軽
合戦が始まりました。戦いは長期にわたって繰り広げられます。装備を整えて出陣しましょう。各戦場はどれだけうまくクリアしたかで得られる武田の六文銭の量が変化します。貯めた六文銭を使うと他の戦場の戦況を大きく変えられるようになる。なるほど。今6文銭1つしか貯まってないのか。まあ出陣をじゃあしていきますか。ただちょっと時間がいい感じに30分になってますので、まあまず一旦こんなもんですよっていうところまでのご紹介ということで、1回目はちょっとここで終わりにしていきましょう。で次回この川中島の戦い本格的にプレイしていきたいと思います。